古田秀則は、日本のシステムエンジニア。富士通代表取締役副社長、最高技術責任者、富士通研究所取締役会長、情報通信ネットワーク産業協会会長、明治大学工学部工業科学科卒業。1982年富士通にシステムエンジニアとして入社。2009年産業システム事業本部長。 同年富士通システムソリューションズ執行役員、産業ビジネス本部長。2012年執行役員、システムインテグレーション部門副部門長。2014年執行役員、常務グローバルデリバリー、部門長兼インテグレーションサービス部門副部門長。2016年執行役員、常務グローバルサービスインテグレーション部門、副部門長兼グローバルデリバリーグループ長。 2018年執行役員専務デジタルサービス部門長兼グローバルサービスインテグレーション部門副部門長兼グローバルデリバリーグループ長2019年執行役員専務テクノロジーソリューション部門長 CTO CIO 富士通研究所代表取締役社長同年から代表取締役副社長 CTO 兼富士通研究所取締役会長を務め 研究開発の選択と集中にあたり、人工知能等への注力を進めるなどした。2020年情報通信ネットワーク、産業協会会長。ありがとうございます。